先生、ちょっと AWG のことで、実際松浦先生とちょっと、私もちょっとお話しさせていただく機会があったんですけども、松浦先生がおっしゃってたのは、多分松浦先生ご自身が、平たく言ってしまうとちょっと風呂敷かなりお有限になられる方だなっていうようなことを感じて、それで、ロシアではほぼ先生がおっしゃったようにその AWG を、そのものなのかどうかちょっとわからないんですが、機械でかなり効果を出してて、もうがんの治癒率は 90% 以上だし、病院によっては 100% ぐらいだっていうようなことをおっしゃったんですね。で、ただ松浦先生がその時におっしゃったのは、うちでも今 AWG 1台取り扱ってて、もう一つは携帯用の AWG を、もう開発されていらっしゃって、それに関しては明らかに、1から1万ヘルツのうちの高周波の、周波数の電圧が明らかに足りないっていうことは松浦先生もその時おっしゃったんですね。で、今日も先生のお話で、家庭用のその電圧ではっていうことでおっしゃっていたのが、この中西の、知り合いというか私たちが取引をしている先生もやはりこう今ゼロ磁場研究をされていて、それがどういう理屈かちょっと私もわからないんですが、放射能を消す技術をやっぱり持っていらっしゃって、今マサチューセッツ工科大学の方で、研修が進んでるっていう技術だそうなんですけれども、やはりその辺のこうなんか電圧とかゼロ磁場っていうのは非常にこうなんか人を癒したり、その放射能を原子転換させるっていうか、なんかこう消してしまうような技術っていうようにこうその先生なんかおっしゃってるんですけど、実際それっていうのは小型のものでもそういうことが将来的には実現可能なのか、それともやはりゼロ磁場だけじゃね、放射能消せない。私はね、そこらしから超伝導回路というものを持ってゼロ磁場作りました。ですながら放射能で一番怖いね、中性子、中性子線ですね、これを消すためにはね、メイビウス超伝導回路というものまで掛け立てるんですが、その上でもって、それをメッシュにしてね、それであるいはその放射能防護服というやつでもって、そこを通ろうとするガンマ線は、ところ違う超伝導回路でもって完全半磁性体でもって取り抜けられない、それから中性子が通り抜けをするとバラバラになっちゃうと、SNS ね、そんなふうな仕組みがあるんだけど、だからね、ゼロ磁場だけじゃね、そりゃ強力なゼロ磁場にして、それはガンマ線は遮蔽できます、だけども中性子線は無理です。あるいはね、電磁波被害ってありますね、電磁波被害ってやつはね、これガンマ線だと電磁波なんだけど、これ実は縦波なんですよ、皆さんよく知らないけれども、一般の電磁波ってのは横波ですから、あらゆる方向にこう振動しますから、それをね、電磁波を遮蔽するためにはね、やはりメイビウス超伝導回路を使わなきゃダメと。光というのはね、可視光線ですね、時間逆向いてますね。光というのはそれでね、フェルマのね、高光炉最短時間の法則なんですね。ある一点から光が出て水槽の水の、中にこう入っていって水槽の底に達すると光になった。そうした時にこの光の光炉はね、どうやって決まるかというと、出発点と目的地先に決まるんです。その上で水面のどこの点から入り込むかと、この水面の点をねずらしてみて一番最短時間になるところが、選ばれるんですね。ということはこれ逆向いてです。なるほど。それでね、光は 3×10 の8乗メートルパーセカンドでしか進まないときますね。これは N 極系のね、エーテルの光る電気ですね、この部分の進む速度だそうかもしれないけれども、S 極系はね、当の昔に目的地についてた、目的地から逆向きにね、戻ってものすごい勢いで戻ってきてますよと、そういう話なわけ。というのはね、例えば何億光年かなんか昔のね、星ね、
これに今初めて光が届いてます、うんうん、だけどもあれですね、向こうから光がやってくる、もう初めに発射された瞬間にね、 S の方はこっちに常についちゃってて、うん、逆向きに向こうにね住んでて、こっち来いこっち来いと引っ張ってると、光ってるところは確かに 3×18mpsしか進まない、これ電気だから、磁気のところは光ってない、こう見てるわけ、うん、それでね、人間の作る電磁波ってありますね、はい、いうのはコンデンサー、はい、コンデンサーの磁場をね強くしたり弱くしたり、それによって周りにこう、電波と磁場がこんな格好になってね、見てる、これは一点から出発して周りに発散するようなこういった仕組みになってますね。これは時間逆向いてないですね、だからこれは体に悪いと。あ、なるほど。だから可視光線というのは体にいいわけですよ、時間逆向いてるから半エントロピーで。それでまあね、紫外線というのはね、まあ、可視光線のスレスレだけども、はい、これだって、これがあるからね、骨ができるんですよね、これ表面しか当たらないですね、はいはい、それに対して赤外線とか遠赤外線って中まで入りますね、うん、はい、波長が長いって中に入ってくるんです、うん、波長が短いっていうと中に入っていかない、うん、ところがね、 X 線だとかガンマ線というのはね、もっと波長が短いんですよ、うん、すごい振動数で、はい、にもかかわらずこれがね、うん、中に入っていく理由っていうのはね、横波じゃなくて縦波ね、そのためですよ。これなんでどうして発生するかっていうと、上なら電子とかね、そういったものがトグロ巻いて、さっき言ったようにエーテル繊維をトグロ巻いてる、これがビーンと伸びるわけですね、伸びるからこう縦波になるんですね、これが消滅するときに伸びるから縦波でもってガンマ線が発生します、こういったことですね。それから人間の作ったやつもこれは一点から散乱していくわけですから、これは時間は逆みたいですね。あ、実際先生、現実的に考えてこう携帯、まあ、用の、まあ、例えば本当に蓄電池みたいなもので、うん、将来的にこう体を癒すようなものっていうのが、うん、それなりのこう電流でやっぱりやりうるものなのか、それともやっぱり今現在においてはその家庭用の電流ではなくて、もうちょっと高電圧でしっかりとしたこう電流を流して、どなたにでもこう効果があるようなものっていうのは、あのね、はい、電気ってのはさっき言ったようにね、はい、エントロピーじゃなくてエントロピー増大用なんですね、そうですよね。でただその電流が流れるっていうと、はい、磁場が作れるよということになってね、はい、でだから放射能を消すような、はい、ためには相当強力なね、なんていうかな、その負の質量の、はい、短距離重力子が必要だ、はい、それを作るためには相当強力な電流を流す必要があると、うん、その電流を流すのもね、はい、さっき言ったようなその、うん、所力から超電導回路みたいなものを使えばね、ろくな、電気を一番最初に与える必要もないよと、うん、こういった話で、うん、だからそうですね、何しろその反エントロピー効果といったものがね、はいはい、これは体系的にね、はい、やはり全体をその生命の 全活動を統括できるようなね、うん、そういったようなものをやはり、持ち込むとか、はい、作用させるとか、はい、いうことを考えなきゃいけないんだと思いますね。具体化しそうですかね、形としてそういうそのセラピーマシーンみたいなものっていうのが、うん、ただ自然の中でのね、はい、ものっていうのをその自然の反エントロピーというものをね、はいはい、作り出すために、はい、まあ、自然の中からその光を使ってね、はい、負の質量の磁極短極磁力子を作って、はい、でそれを実際に、いろいろな病気をね、しかも淵の山みたいなのを、はい、それを癒すために、はい、使うというだけじゃなくて、はい、あるいはその末端にあるソマチットだとかね、あ、この辺のところを使って、うん、ボトムアップにね、いろいろとやるとか、まあそういう、うん、大きなものを作ってというか、トップダウンの話だと思うんですけどね、はい、ただやはり全体を統括するようなものがないっていうと、うん、でしょうね、やはり生命体なんだから、うん、生命体というのはやはり統括するものがあるからね、これだけね、理路整然と、うん、うまく話が進むんだと思います、うん。